アレイニコフ。旧ソ連代表として88年ヨーロッパ選手権で準優勝、90年ワールドカップにも参加したミッドフィルダー。決して目立つ選手ではなかったが、冷静なプレーでチームに対する貢献度は高かった。中盤の深い位置で攻守に幅広く動き、チームのリズムを作り、必要とあらば自ら前線に飛び出していく、まさしくボランチの手本を示してくれた選手だった。